荒野の誘惑は、キリスト教の聖書聖典である、新約聖書に書かれているエピソードの一つ。キリスト教教理において、重要な役割を果たしており、キリスト教文化圏の芸術作品の中で繰り返し、用いられるモチーフでもある。先霊者ヨハネから先霊を受けた後、イエスは霊によって、アレノに送り出され、そこに40日間泊まり、悪魔の試みを受けた。マルコによる、 福音書、マタイによる福音書、ルカによる福音書の福音書に記述がある。以下は、交互約聖書のルカ伝によるもの。さて、イエスは精霊に満ちてヨルダン川から帰り、荒野を40日の間見たまに引き回されて、悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その日数が尽きると空腹になられたルカによる、 福音書4章1節と2節そこで悪魔が言った。もしあなたが神の子であるなら、この石にパンになれと命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。ルカによる福音書4章3節と4節それから、悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、瞬く間に世界のすべての国々を見せて行った。これらの国々の権威と映画とみんな。 あなたにあげましょう。それらは私に任せられていて、誰でも好きな人にあげてよいのですから。それで、もしあなたが私の前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう。イエスは答えて言われた、主なるあなたの神を廃し、ただ神にのみ使えよと書いてある、ルカによる、福音書4章5節から8節それから、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、宮の頂上に立たせていった。 もしあなたが神の子であるなら、ここから下へ飛び降りてご覧なさい。神は、あなたのために、ご主たちに命じて、あなたを守らせるであろうとあり、また、あなたの足が石に打ちつけられないように、彼らはあなたを手で支えるであろうとも書いてあります。イエスは答えて言われた、主なるあなたの神を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みをし尽くして、一時イエスを離れた。 それからイエスは古霊の力に満ち溢れて、ガリラ屋へ帰られると、その噂がその地方全体に広まった。ルカによる、福音書4章9節から14節ラビは、メシアがエルサレム神殿の屋根に立つことを期待した。トマス・ホップズや、ジョン・ロックなど、批評家によると、荒野の誘惑は、偶和と解釈されている。橋本は、旧資料において、 イエスの召し合い式についての自己検討や内的な葛藤が物語化され、イエス伝伝承に組み込まれたとする。荒野のイースス、ハリストス・ドゥッチョの祭壇画や、ボッティチェリのシスティーナ礼拝堂の壁画が有名である。近代ロシア美術では、荒野のイースス・ハリストスが、イワン・クラムスコイの代表作の一つとなっている。ありがとうございます。